三種類の生態ピラミッド。一段目、個体数ピラミッド。単位、個体0.1ヘクタール。左は、夏の草原。右は、夏の温帯林のもの。二段目、生物大量ピラミッド。単位、G マイメートルに。左から、イギリス海峡、ウィスコンシンコ、ジョージアオールドフィールド、エニウェトク干渉のもの。三段目、生産速度ピラミッド。単位、 キロカロリーマイメートルに、年。フロリダ州シルバースプリングスのもの。図中の表記、P イコール生産者、C1 イコール1次消費者、C2 イコール2次消費者、C3 イコール3次消費者、S イコール分解者生態ピラミッドというのは、食物連鎖や栄養段階において、各段階の生物量に関わる言葉である。一般に、段階が高いほどその量が少ないので、 これを積み上げ式に表示すれば、ピラミッドのように見えることから、その名がある。このことを最初に指摘したのは、チャールズ・エルトンであった。そのため、別名を、エルトンのピラミッドとも言う。食物連鎖を構成する、各種類の個体数を図形で表示したものを、個体数ピラミッド。栄養段階の順に、生物大量を積み重ねたものを、生物大量ピラミッド。 栄養段階の順に生産速度を積み重ねたものを生産速度ピラミッドという。特に生産速度ピラミッドの場合、熱力学第二法則に従い移動のない閉鎖系の定常状態に関する限り、必ずピラミッド型となる。ある生態系に生息する生物量を調べると、一般に栄養段階が低いものほどその量が多い。これは、 以下のような理由によるものである。上の栄養段階のものは、その下の栄養段階のものを食べる。食べたものは、消化の後、体内に取り込まれる。取り込まれたもののうちのかなりの部分が呼吸のために消費され、その残りが体を作る材料となる。つまり、成長量は、同化量のうちで呼吸に消費されなかった分だけである。また、上の段階のものは、 下の段階のものを食べ尽くしては、自分の生存が維持できなくなるから、下の段階のものの成長量以上を食べるわけにはいかない。つまり、段階が上がるにつれて食える量は、格段に少なくなる。他方で、段階が上がるにつれ、生物の体は大きくなるのが通例である。すなわち、最上段では、生物量が小さくなければならず、同時に大きな体の生物であるから、 前の段階の生物量が少なければ生存できない可能性がある。このことは、高事消費者の生存は生産者の生産量に支配されるとも言える。このことからわかることは、生産者の生産量が大きくなければ、上位消費者の生存が不可能であることである。上位消費者は、体が大きく、個体数が少ないので、生産量の多少の減少であれ、それが、 個体数の大きな減少に結びつき、ひいては絶滅の確率を大いに高める可能性があると思われる。また、現世の超大型動物、例えば地上ではゾウ、海中ではクジラ、特にヒゲクジラが、いずれも食物連鎖で言えばごく低い位置にあることもここから説明できる。巨大な体を維持するには大量の餌が必要であるから、 食物連鎖のごく低い段階のものを大量に取り入れるしかないわけである。なお、各段階の生物量を何をもって示すかは、ちょっとした問題になる。通常は、現存量、つまりその時点で、そこに生存している生物の総量であるが、この方法ではピラミッドが逆転する場合がある。それは、例えば、大型で成長の遅い動物が、 小型で成長の早い植物プランクトンを食べているような場合である。植物プランクトンの減損量が少なくても成長が早いため、食われた量を短時間で復活させることができる。このような場合、減損量ではなく、時間あたりの成長量といった値を使えば、ピラミッドの逆転を解消できる。それでも逆転する場合は、その群衆においては生産者が、 消費者を維持できないことを意味する。そのままの状態では、そのうちに工事消費者が下の段のものを食い尽くすことが予想される。このような状況は、往々にして工事消費者が他地域から一時的に流入することで生じる。ありがとうございます。